動画をご覧いただきありがとうございます。マヨネーズ好きマヨンです。2017年2月11日結構冷え込んでる中ということで動画を撮っていきます。よろしくお願いいたします。はい、今日は稼げる人の共通点ということでですね、はい、稼げる人稼げない人っているんですよね。はい、まあ、そういったところで、じゃ稼げない人は何ができてないのかっていうところですね。まあ、それをお伝えしていきます。まあ、稼げる人は絶対に共通点があるということで、今3つここに、はい、書きましたが、まあ、まず1つ目に言い訳を立つということです。はい、じゃあこの言い訳がね、すごく並ぶ方って本当に稼げないですね。でこれは絶対に私も真似をしたくないなって思ってるんですけども、なんでしょうね、なんか若いから、あんたは若いからいけんねやんとかできるんやんとか、もうそれが一番言われて自分は言おうとは思わない言葉ですね。若いからとか、もう年齢結構ね言ってるから私にはできないとか、あとは何でしょうね、生まれた場所がどこどこだから私には向いてないとか、言い訳ってほんといっぱいあるんですよね。はい、あとは遅刻した時に何ですかね、じゃあ友達と約束をしてて1時からお昼の1時から遊ぼうって言ってたのにその子が遅刻してくるとか、結構そういった遅刻する子って本当に毎回遅刻するじゃないですか。まあ、それはね、できた時には絶対にまあまあ何でしょうね、謝りもせずに、うん、ごめんとかもなしでなんか遅刻してしまうみたいな、電車が遅れてたとかね、そんな言い訳をしてくる人もいるんですけども、まあ、その言い訳ってねやっぱり良くないので、まあ、その言い訳を並べないっていうことですね。言い訳がスラスラ並ぶ人っていうのは本当に、まあ、稼げれないですよね。経済的に、まあ、自由じゃないかなっていうところですね。まあ、なんでしょうね。本当はやりたいけども、時間がないとか、あとは私には子供がいるからできませんとか、はい、で、まあ、いい大学出てないから、私はアホだからできないんですよとかね、そんなことを言う方もいてるんですが、でもそういう方は、じゃあ一生何もできないんですかっていうことなんですよね。はい、なのでまあこの言い訳を立つっていうところはね本当に、まあ、重要ですね。できる人間っていうのは言い訳はしません。はい、まあ言い訳を立つ、何ですかね、まあ子供がいるとか、子供がいるので。電車が遅れてるとか、あと何か言ってましたね私、まあいろいろとあります。まあ仕事が忙しくて残業とかあるので、仕事があって、まあ、その結局は隙間時間がないとか仕事が忙しいからとかもね、そういった時間がないとかっていうか言うのがそうですよね。でもこの時間がないって言ったらみんな時間がないんですよね。というかまあ時間っていうのは24時間神様がみんなに与えてくれてるので、じゃあその時間をどうやって使ってるかじゃないですか皆さんが。でそれでじゃあ仕事が忙しいっていうんであれば、まあその仕事の合間にするだとか、あとは、まあ、究極言っちゃうと睡眠時間を削るとかですよね。まあ、睡眠どれぐらい取ってるかわからないんですけども、10時間取ってる人とかだったらもう1時間2時間余裕で削れるやんっていうところなんですよ。まあ、そういった時間を使っても全然できるんじゃないかなと思います。まあ、こういった時間がないであったり、電車が遅れたからとか、子供がいてるからとか、はい、
年齢が結構ね、言ってるから私にはできないとか、若かったらできるよとか、そんな言い訳を立つっていうところですね。はい、まあ、1つ目に言い訳を立つ。で、2つ目なんですが、素直さになってます。まあ、これは私もいろいろ経験させていただいたんですけども、これはやっぱりね、素直に聞くっていうところですね。じゃあ、稼いでない人が、稼いでる人に、いろいろじゃあアドバイスをもらうとするじゃないですか。そのアドバイスをもらってるのに素直に聞いてれなかったら稼げれないですよね、もちろん。で、会社でもそうじゃないですか。上司の方に、まあ、分からないところがあって聞きに行きました。いやいや、でも僕はこう思うんですって言って、まあ、ずらずらその、ね、自分の意見を言ってたら、結局じゃあその上司の方は、あ、じゃあそれでやってみたらって突き放すと思うんですよね。で、そういったやっぱり素直さってすごく必要になってきますよね。で、まあもちろん稼いでる人から聞くっていうところが、まあ一番ね、いいんですけれども。あとは、まあ素直に自分から聞きに行くとかもそうですよね。私は元バスガイドだったので、広く浅くしか勉強できないんですよ。もうがっつりそこだけっていうのはやっぱり難しいので、広く浅く勉強した時にやっぱりお客様に質問を受けてわからないこととかは地元の方に聞きに行きましたね。あの山は 何山ですかとか、この花は何ですかとか、この辺りは何ですかね、なんか雪はよく降るんですかとかなんかそういったことを聞きに行ったりとか、まあ、素直にいろんなことを聞くっていうのが大切なんじゃないかなと思います。まあ、稼げる人の共通点としては、はい、もちろん稼いでる人から聞くっていうところですね。はい、で、そして3つ目なんですけども、このポジティブっていうところですね。まあ、これは本当に重要です。私はポジティブじゃなければ稼げないですね、絶対。で、なぜかというと、稼いでるそのじゃあ社長さんであったりとか、稼いでる方って、暗い人ってあんまいないですよね。マイナス思考だとか、ネガティブな方とか、いないんですよ。で、これは、まあ、なぜかというと、絶対に人がついてくるわけじゃないですか。なので、まあ、人がついてくるように、まあ、ポジティブになるっていうところですよね。で、これ私は6年前ぐらいにポジティブになりました。で、なぜかというと、それまではずっとマイナス思考だったんですよね。で、ネガティブでした。そんな風に見えないかもしれませんが、なんか元気さを取り柄にしたっていうのは6年前ぐらいからなんですけども、何が変わったんでしょうね。なんかね、考え方なんですけども、これネガティブの方とかマイナス思考の方の周りには人が寄ってこないなと思ったんですよ。で、ずっとじゃあ愚痴を言ってる人とかいるじゃないですか。で、そういった人の周りに人が寄っていきたいって思うかっていうことで考えたところ、絶対寄りたくないと思いました。まあ、周りにそういった方が多かったっていうのもあって、まあ、自分はそっち側にはなりたくないっていうことで、まあ、ポジティブを取り柄にというか、まあ、元気よくやっていこうかなと思って、で、そのバスの中でも、そうですね、なんかその、ね、せっかくのご旅行来られてるので、まあ、元気よく楽しく、ね、旅行しましょうみたいなことをね、言ったりとかはしてたんですけど、まあ、そんなことも言わずに暗い感じで終わってるよりかは、やっぱり元気な人についていきたいと思うはずなので、まあ、そういったところではやっぱりポジティブになる必要はありますよね。元気さとかですね。で、これ、まあ、マイナス思考な方とか、もう私マイナス思考なんですよっていう方とかいると思うんですけども、絶対変われます。というか、変わった方がいいです。マイナス思考から
まあもちろんプラス思考にね変わっていかないと、自分もしんどいですし、やっぱり人もついてこないので、まあ、こういったところは、まあ、ネガティブからねポジティブにっていうことで、すごく必要なところですね、これは。ポジティブ。なんか、ね、やっぱり元気な人の周りにはたくさん人が寄っていきますから。なんか楽しい人とか、お笑い芸人さんとかもそうじゃないですか。なんか楽しいとか面白いとかっていうので、やっぱりそこに寄っていきたいとか集まりたいと思うわけじゃないですか。なんで、結構マイナスにね言ってる方とか、あと怒りっぽい人とか、まあ、そういった人の周りにはやっぱり寄ってこないので、まあ、そういったところは、まあ、稼げる人の共通点っていうところで、まあ、やっぱりポジティブになった方がいいんじゃないかなっていうところですね。なので、まあ、今日は3つお伝えをさせていただきました。これ本当に重要になってきます。はい、言い訳を立つ、はい、言い訳をしてる人は稼げないです。はい、で、まあ、2つ目には素直さですね。やっぱり、知らないことは知らないって言っていいんですよ。というか、もう言った方がいいですね。なんか、やっぱりプライドがありすぎると、なんやねんこいつって思ってしまうので、まあ、素直さは絶対あった方がいいですね。で、まあ、3つ目にはポジティブっていうことで、まあ、マイナス思考ではなくって、やっぱりポジティブに元気よく、はい、楽しくね、やってる人の周りにはたくさん人が寄ってきますので、まあ、こんな感じで稼げる人の共通点をお伝えさせていただきました。またまた、下のところに LINE アットも書いてます。公式 LINE してますので、まあ、気軽に、ね、こうやってどうやって稼いでいくのかっていうところもね、お伝えさせていただけますので、まあ、個人的にご連絡いただけたらと思います。はい、では今回は最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。失礼いたします。